上事作品212は、ヨーゼフ・シュトラウスが作曲した、ウィンナワルツ。作曲者の代表作の一つとして知られる。1866年、広島戦争で、プロイセン王国に大敗を喫したため、翌1867年の、オーストリア帝国における、シャニク祭は盛り上がりに欠けていた。そうした世相の下で1月22日に、医学部等会が催されることになり、 主催者は、上事という題名を作曲者に授けた。これに対してヨーゼフは、憂鬱な女装から始まる、このワルツで主催者の挑戦に応えたのである。同時期にワルツ、美しく青木殿を発表した、ヨーゼフの兄・ヨハンシュトラウス二世は、この、上事を聞いたとき、次のように言ったという。指揮会の帝王と評された、ヘルベルト・フォンカラヤンはこのワルツが大変な。 お気に入りであったらしく、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団などと共に、スタジオで5回、ライブで3回もの録音を行っており、これは、彼のウィンナーワルツとしては、皇帝演舞曲に並び、美しく青きドナウを上回る数字である。ウィーンフィルとの唯一の来日となった1959年公演でも、取り上げているほか、1987年、カラヤンは生涯で唯一となる。 ウィーンフィルニューイヤーコンサートへの出演を果たしたが、ここでもプログラム上にこのワルツが取り上げられている。演奏時間はおよそ8分30秒。助走、変化に富んだ4つの小ワルツ、コーダからなる。ウィーン情緒に加えて、全体的にどこかミステリアスな雰囲気を帯びたものになっている。お使いのブラウザでは、音声再生がサポートされていません。 音声ファイルをダウンロードをお試しください。導入部は27小節からなる。トレモロによって不穏な雰囲気が醸し出される。ほ、竜剣はこの出だしについて、一瞬これで、ワルツになるのだろうかと不安にさえなると評している。助走の後、少しずつ三拍子のリズムが現れ、一挙に、軽やかなワルツに変わる。主部となる4つの小ワルツでは、夢のもつれが絶妙に描かれている。 お使いのブラウザでは音声再生がサポートされていません。音声ファイルをダウンロードをお試しください。お使いのブラウザでは音声再生がサポートされていません。音声ファイルをダウンロードをお試しください。ウィーンフィルニューイヤーコンサートへの登場歴、AB マスダ P154、ありがとうございます。